どうもピアジチャンネルのちゃんです。まゆです。ゆきです。まほです。ゆきです。ゆきです。これからですね、コストコ飲みをしたいと思います。一人2000円ずつ出して、モネとカホにお買い物を頼みました。おつまみを買ってきてと、はい、全部、はい、買ってきたものを、はい、教えてください。はい、じゃあまず、はい、シーフードアヒージョー。当たり当たり、これは当たりでしょ。これ正解。調理する必要があるんだよね。そう、炒める、炒める、あの、そう。でもこれね、オリーブオイルであんま足らなかった。あ、足りないよね。そう、思った。あのね、つからない。だからなんか、おい、あの食べる瞬間のアヒージョみたいな感じ。待って、1380円。でもこれはもう、あの定番だから、みんな買うから、そうなんだ。そう、うまそう。シュリンパンのホタテチョレキサラダ。サラダ、そう、美味しそう。猫サラダ。なんとこれとこれエビが入ってて、ミキがエビ食べれないっていう事実が申し訳ない。あとでしっかり取り除きたいと思います。台湾風混ぜそばキットなんだよキットって。これは実験なのかな。キットってことは、うん、炒めるっていうこと。え、炒めるの。いや、じゃないの。電子レンジで、あら、10分ほど温める。10分。998円。お値段が破格よね。安いよ。一人暮らしだったらだってさ、10日ぐらい持つ。持たん持たん。どんな朝食よ。最後こちら、タルタル、タルタル、シェルインよくわかんない。私もよくわかんないです。イエーイ。クリームチーズ、そう、クリームチーズ、チーズ、チーズなのよ。ナチュラルチーズだね。いちごチーズでも、何、デザートチーズみたいな感じで、シェルにインしてるわけ。このわかる、このシェル、ちょ、開けてみようか。これをこうペッてやってパッて食べると、はい、美味しいんですよ。これとてもなんかね、巷で流行ってるっぽいよ。どうやら汚れない。わー、ほら、すごい、かわいい、すごい。ジェシャーク、うまい、めっちゃうまいわ。これめっちゃうまいよね。これめっちゃうまいのよ。クリームチーズじゃない、これいちごヨーグルトみたいな。あ、そうそうそう、いちごヨーグルト近しいね。プチダノンの味するわ。プチダノンの味する。なんか水分 ないヨーグルトみたいな。そうだね。400円ぐらいする。うーん、20杯っていう。じゃあ今のとこ4000円。4000円ぐらい。4000円ぐらい。はい、あと4000円はパクった。もしかして4000円パクった。ちょっと最近お金ないからな。ダーッ。なんかさ、はい、でかいのよ。4000円で買えるの。こいつが4000円で。4000円もしないね。買ってきました。3800いくらかでした。こいつを買った様子をどうぞ。やばいやばい。安い予算8000円だから。やば、顔見て。マジで買っちゃうの。1番だ。あ、まあまあまあ、かわいい。ちょっと垂れ目だね。2番の子。この子重量感すごい。ちょっとでもこいつデブだな。なんか酒飲みな感じがする。デブ。ちょっとデブだな。あ、色違いだね。色違いもいる。3番。ああ、はいはい、かわいいねこいつ。どれがいい。どれがいい。どっちの色がいい。ちょっともっとなんかくたばってるやつがいいな。こいつくたばってんな。こいつくたばってるぞ。ああ、でもかわいい顔してる。対してね、変わんないのよ、もう。どうよ、彼女にお迎えするんだから。したらさっきのデブがいいかな。やっぱりかな。デブ結構好きかな。じゃそのデブに。あ、いいね、かわいい、最高。お前そのほつれ私が後で切ってやるから。こちらのデブで。じゃあデブ、ほつれデブでよろしくお願いします。名前はデブ。デブ？デブ。デブ？めっちゃ可愛い。新しいメンバーですね。新しいメンバー。デブ。
くるとマジでね、想像以上にでかいね。想像以上にでかい。本当に困ってます今。じゃあ飲んでいきましょう。コストコ飲みスタート。乾杯。はい、ミルがうまい。じゃあ今日も食べて飲んでいきましょう。いやバチェラバチェラを見ながら。ファーストインプレッション。インプレッション。ファーストローズ。なんだっけ。いただきます。前にしましょう。せーの。いただきます。召し上がれ。